ということで、初心者のためのボトル撮影テクニックということで今日一日やってまいりました。もうだいぶちょっと夕景までとか言って月増えちゃうまでになっちゃいましたが、まあ夜遅い時の撮影テクニックとかまでいろいろ見えたんじゃないかなと思います。いかがでしたか？いろいろボトルで撮っていきましたけど、なんか夕方の撮影ってあまりなかったんで、基本イベント日中とかだからね。ちょっとこれから夕焼けを待つ写真をなんかあったらいいなって思う。はい、なかなか意外とイベントとかとは違って、またね暗くなるとまた大変なこともあるけど、そこストロボとかカラーとか入れてみたりとか、いろいろ演出の違いはね、自由に光を操るわけですから、そこら辺いろいろ挑戦する余地もボトレで幅が広がるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回紹介できたのはごくごく一部なんで、また他何かそのなんか気になったこととか、なんか追加の質問だとか、そういうもろもろはあの下のコメントに入れていただくか、もしくはメッセージ、サポートアットマークアイネクションドット東京の方まで、その YouTube のあれについてっていう風なことで送ってもらえれば、動画の方で、また新しいコラムでお送りすることも可能ですので、ぜひぜひ質問等ありましたらお送りいただければと思います。はい、ということで以上アイネクションが送るボトレ撮影テクニック初心者向けでございました。ご視聴ありがとうございました。